今日は蒲田駅南口から徒歩2分ぐらいのところにあるジェントルマンというお店に行ってきました。立ち飲みなんだね。飲み物のメニューはこんな感じ。結構豊富だよね。サワーが1杯260円ってなかなか安いよな。食べ物のメニューはこんな感じで大きく掲示されてるよ。安いのもあるね。壁には写真付きのメニューが貼ってあるんだよ。そうそう、ここはねキャッシュオン方式だから、こうやって事前にお金を準備しておく必要があるんだ。じゃあ乾杯。お刺身なんかこう直送なんだって、食べてみて。刺身食おう。はい、ありがとうございます。うわすげえ。本日のお刺身はビンチョウマグロだったよ。結構分厚く切ってあるんだ。おしゃれだね。いただきます。え、私じゃなくて、うわー、うまい。分厚くておいしい。分厚いね。さあ、気の利いたコメント言えるかな。うま、めちゃめちゃシンプルじゃん。塩レバー1つと、あとカムカムサワー2つ。カムカム2つで、はい、カムカムサワー2つと塩レバーですね。はい、これがカムカムサワー。なんやろこれ、不思議な味だね。140円ですね。はい、アシロラの仲間だって。塩レバーがやってきました。見た感じすごいシンプルだね。くるくる、何プルプルじゃない。プルプルやん。チャーシューに近いね。うん、いた、食ってるみたい。280円の意味がわかる。わ、うん、かる。これはなしだな。ごちそうさまでした。